ン派は、イギリスロンドン出身のシンガーソングライターである。同じロンドン出身の SBTRKT の作品への参加で広く知られるようになり、ジェシー・ウェア、ドレイク、ソランジュなどのアーティストとのコラボレーションでも知られている。ソロアーティストとしては、ヤングタークスと契約。2枚の EP をリリースした後、2017年のデビューアルバム、プロセスは、評価から高い評価を受け、 マーキュリー賞を受賞した。SBTRKT のライブでのサンファ・サンファは1980年代にイギリスに渡ったシエラ・レオネ人の両親のもと南ロンドンのモーデンで生まれ育つ。実家でピアノを習い、兄弟からもらったレコードを聴いていた。その後、兄がホームスタジオを作ったのをきっかけに10代の若さで音楽制作の世界に足を踏み入れる。サンファは ユルキャッスルスクールに何年か通い、そこで音楽を学んだ。2007年にマイスプイスを通じて、ロンドンのプロデューサー、クエスト出会う。2009年は、彼のレーベルである、ヤングタークスで、インターンとして働いていた。ヤングタークスを通じて、ザ・ XX のベーシックスペースをリミックスし、初期のコラボレーターに出会うことになる。SBTRKT、ジェシー・ウェア・ブリョン。 リル・シルバなどとコラボレーションし、知名度を高めていく。2013年に、初の一般流通ソロ作品となる EP、D ュアルをリリースする。2014年には、イギリスのラジオ局 BBC による、毎年恒例の有望新人紹介レースである、BBC サウンド・オブ2014にノミネートし、最終的に4位に選ばれている。2017年、デビューアルバム、 プロセスをリリース。批評家から高い評価を受け、マーキュリー賞を受賞した。ありがとうございます。